ブライトンに CD なら誰欲しいですか？エンバペ。あ、あれかな？トットポーリーの財布。トットポーリー来たらよくないでしょ。お金が欲しいですね。選手を放出しなくていいお金を作れる人。選手で言ったら誰だろうね。点取れる人っすよね。そればっかりは本当のアーチャンス食ってもやっぱり、どのチームもストライカーは大金積んで買いますからね。か、囲うからね。そうだからお金。もう本当に、三笘とかカイセドとか、スター選手を外に出さなくていいお金です。あとはコルビルが戻ってきてほしいね。で、ねえ、マカリスターをね、安心した控えに置いてるというかね。普通にブライトンいいチームだね。ファーガソンどうでしたか？あ、ブライトンのアントップね。なんかさ、あのキャラなのに動き回るんですよね。前にドカッといてさ、最前線で気の利くタイプなのかなと思ったら、マーチのさ、得点シーンとかさ、カットインから左足のシュートの時と外側回ってあげたりして。いや、カイセドやばかったな。トロサール打ってよくないですか？その時期によっていい時期悪い時期ありますからね。トロサールが良くない時期にファーガソンとか出てきたりとか、ね、サルミエントだっけ？エルベックもね、あれベンチだのかな？なんか映ってましたよね。ブライトンが補強するべきポジションはどこですか？また具体的に誰ですか？ブライトンに関してはね、補強っていうより、誰も取られないってことが大事ですよね。ほんと、ブライトンに大型資本とかついてほしいな。なんか、いやー、こっから、なんかアヤックスとかさ、セビージャとかさ、なんか、この選手ここ行ってこうなって強くなるんだろうな、みたいな話するんだけど、今のブライトンに関しては、デセルビがいいサッカーしてさ、すごい、一人一人が生き生きしてるじゃないですか。このチームそのまんま強くなってくんないかなみたいな。次のレスターみたいになってくんないかな。まあレスター今良くないんだけど。ビッグセブンになってくんないかな、ブライトンがって思うよね。取られないことが大事で、どっかつかないかね。でかいスポンサーとか。